松田雅人氏は、千葉県出身の元サッカー選手、サッカー指導者、ポジションはフォワード。1996年に、船橋市立船橋高等学校に進学し、3年時には、同期の西木博と共にインターハイを制し、さらに、千葉県選抜として、国体で優勝を果たした。同年の全国高校選手権では、玉田刑事を要した奈良市の高校に、 千葉県予選で敗れ、出場はならなかった。市立船橋の同期には他に、岩佐淳、高橋美香子、佐藤明翔がいる。1999年、J2FC 東京に加入。シーズン途中に JFL、横浜 FC に期限付き移籍し、リーグ優勝に貢献した。2000年に FC 東京に復帰したが、 J1 に昇格したチームでは、アマラを通ったのにトップが定着したために、出場機会は限られた。2001年は、シーズン開幕前から好調を維持し、持ち前の強烈なシュートと、豪快なヘディングを武器に練習試合で得点を、量産したが先発には食い込めず、同年9月より、J2 番フォーレ甲府へ期限付き遺跡主力の一角として活躍した。2003年、 柱谷光一にが監督を務める J2 モンテリオ山形へ移籍。高ペースで得点を挙げていたが、同年5月の J2 第10節甲府戦で、左膝前十字人体及び内側側側副人体を断裂し、長期のリハビリとコンディション調整を強いられた。翌2004年9月の水戸戦で得点を挙げ副長の日差しを見せたが、この年限りで山形を退団。2005年 J2 京都パープル3階遺跡。松田の苦闘を知る柱谷の下でのプレーとなり、限られた出場時間の中で8得点を挙げ、京都の J1 昇格に貢献した。2006年限りで契約満了により退団。2007年、JFLTDK サッカー部に遺跡。チームトップの18得点を記録。同年の天皇杯では、4回戦で、フルス。 FC 東京から得点を挙げ、相手サポーターからも声援を送られた。2008年に JFL 栃木 SC に移籍。自身3度目となる柱谷の率いるチームで J に昇格を目指し、昇格がかかった JFL 後期第15節高崎戦では、ハットトリックを挙げて、勝利に貢献した。2009年9月、栃木から期限付き移籍する形で TDK に復帰。 シーズン途中の加入ながら、チームトップタイの7得点を記録し、低迷していたチームを注意へ引き上げた。2010年より秋田へ完全一席。同年の JFL ベストイレブン、2011年には、同リーグの得点王を獲得した。首相としてもチームを牽引し、ミスター・ブラウブリッツ、ライジン、キング・オブ・ブラウブリッツといった呼び名で慕われた。 2013年11月17日の JFL 第33節、滋賀戦で JFL 通算200試合出場と100得点を達成し、同年をもって現役を引退。同クラブの育成コーチ兼アンバサダーに就任した。2015年1月、秋田のヘッドコーチに就任した。2017年、横山裕二監督率いるフルストチギ SC のヘッドコーチに就任。 横山との共闘は2012年の秋田在籍時以来となった。同年永久ジェネラルライセンス取得。ありがとうございます。